一つ目の準優勝戦はまくり差しでの決着ということになりました。ボートレースなると G1 大内大賞開設70周年記念競争、これより第11レース2つ目の準優勝戦です。1号艇田村貴信、2号艇吉田拓郎、3号艇黒野元基、4号艇渡辺浩二、5号艇菅文也、6号艇上条信孝、以上6選手の対戦です。5号艇菅若干後手に回りましたが、しかしながら枠番通りのスタイル、絶好枠はナルトのエース田村貴信であります。インコースの進入、地元周年への熱い思いを胸に秘め精神集中、1丸前後のスタートを決めて先に回るのみ、インコースに進入です田村貴信。そして地元勢も真っ青の怖い勝負に、2号艇吉田拓郎、ナルトは5連続輸出中、そして今回も好エンジンを引き当てております。そして3号艇黒野元基が3コース、台風の目の新鋭組、10レースの板橋に続くかどうか、3号艇黒野、ここまでがスロー。そして伸び足良好ながらターン回りでの逆転もあります、4号艇渡辺浩二。そして2023走り納めのシリーズ、集大成見せるためにチルト3度であれを狙います、5号艇地元菅文也。そして1着条件見事にものにしての勝ち上がり、マークサクか、6号艇上条信孝。第11レース準優勝戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。インコース1号艇田村が思い切りのいいスタートを決めていった、1マーク先に回っていく、2号艇刺したのは吉田拓郎、まくり出すか、3号艇黒野元基でバックストレッチもあっという間に独走体制、1号艇田村貴信気迫のスリット構成から独走、3号艇黒野元基2番手も2号艇吉田拓郎がへさきを残す、後方6号艇4号艇5号艇。第11レース準優勝戦スタートは正常です。2マークトップ独走は1号艇田村貴信、2番手争いは2号艇吉田拓郎が前に出た、内をつく3号艇黒野元基に6号艇上条信孝がへさきをかけてくる、しかし上位体系は1番2番3番です。判定審査の4番手に6号艇上条信孝追走、2周の1マーク向こう上面に入ってぶっちぎり、1号艇地元の田村貴信、2号艇吉田拓郎2番手、3号艇黒野元基が3番手、内側に変わった6号艇上条信孝が今度は懐からへさきをかけようとする、3号艇黒野を捉えるか、3番手争い6号艇3号艇接戦、2周2マークへと移ります。完全先頭独走体制、地元1号艇田村貴信、そしてこの鳴門校舎であります2号艇吉田拓郎が2番手追走、3号艇黒野元基がここでわずかにリードを広げた、1番2番3番最終周回に入っています。インコースから渾身のスタートは00でしょうか、01でしょうか、強烈なスタートからのしっかりとした押し切り、1号艇田村貴信先頭、3周1番から向こう上面、そして2号艇吉田拓郎、これで6場所連続の鳴門輸出ということになりそう、3号艇黒野元基惜しくも3番手、1番2番3番3連単123 12.6 倍となっています。執念でファイナルの切符手にした模様、1号艇田村貴信ラストコーナークリア、2号艇吉田拓郎2番手、3号艇黒野元基3番手、1番2番3番でゴール、先頭1番田村ゴール、2番手2番吉田ゴール、3番手3番黒野ゴール、6番上条ゴール、4番渡辺ゴール、ラストは5番菅ゴールです。